みなさんこんにちは、ダディチャンネルのマミです。はい、今日ですね、とっても気持ちがいいんですよ。今ですね、夕方の6時ぐらいになりますね。サマータイムになったので、時計を全部1時間、戻したんですけれども、はい、夕方の6時でなんと今気温が20度もあるんです。めちゃくちゃ暖かいです。もうちょっとね、曇りになってきちゃったんですけれども、テンション上がります。今日はですね、近所の小学校のグラウンドで今ね、ウォーキングをしているところなんですけれども、やっぱり外でウォーキングできるのは気持ちがいいです。気持ちいい。春になるとね、やっぱりなんか運動とかしたくなりますよね。はい、私はね、実はテニスが大好きで、昔からテニスをしてるんですけども、今も週3回ぐらいテニスをしてるんですね。はい、冬の間はやっぱりここね、シンシナティは寒くて外では全然テニスできないんですけれども、インドアでテニスコートの中でですね、コーチに教えてもらったりとか、あとチームに入ってですね、お互いのチーム同士で、試合を毎週したりとかね、チーム練習があったり、公式戦のね、チームの試合があったりとか、結構私テニス本当大好きで週3頑張ってやってるんですけど、なかなか上達しないんですけれども、またいつかね、YouTube の方でもテニスの動画も撮れたらななんて思ってるんですけれども、はい、今日はね、こんないいお天気なのでウォーキングに出かけてきました。はい、それでですね、最近私ハマりだしたというか、テニス以外にもやりだした運動があるんですけども、それが何かわかりますか？はい、ストレッチです。ヨガに似てるんですけど、ストレッチって、いろんないつも普段使わない筋肉をね、伸ばしたり、ね、筋肉をね、筋を伸ばしてあげたりすることによって、体重とかあんまり変わらないんですけれども、でもね、体の動きがすごく良くなっちゃうんですよね。ストレッチを、いつも YouTube でされてる方がいらっしゃるんですけど、そちらの YouTube を見ながら朝30分、それから寝る前にもね、15分ぐらいストレッチをやるようにしました。やり始めてもう今で1ヶ月ぐらいになりましたね。はい、でね、すごくやっぱりストレッチすることによって体が柔らかくなるので、やっぱり怪我もしにくいと思うんですよね。なのですごくなんか血流、体の中の血の流れもすごく良くなって、体がね、いつもポカポカした感じになって、すごく動きやすくなりました。なのでテニスもね、なかなかいい感じで、打てるようになりました。はい、はい、昔はね、もっとね、結構ね、柔らかかったんですけれども、なんかやっぱ大人になってからすごくやっぱり使ってない筋肉とかあるので、なんかストレッチ久しぶりにやってみて、あ、なんか昔できたのにここつかない、後ろまでつかないなとか、結構ねいろんなことがあるんですけれども、はい、なんかストレッチをやり始めてちょっとずつですけど、本当に体がね柔らかくなってきて、すごく調子が良くなりました。はい、ぜひね、皆さんも春なので何か新しいことに挑戦してみてください。で、もし何かこういうの始めたよとか何かあれば、ぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで今日は、最近始めた私の、運動の一つのストレッチのご紹介をしました。はい、それではまたテニスの動画もね、頑張って撮っていきたいと思います。本日もご視聴どうもありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方、ぜひいいねのボタンとコメントよろしくお願いします。ダディチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。